どうもシルコです。どうもズヤちゃんです。1857です。カルテットです。今日はですね、こちらのアルベロというねボードゲームをね4人でやっていきたいと思うので、カードゲームとね RPG の要素を組み合わせたちょっとね変わったボードゲームとなってますんで、早速プレイしていきたいと思います。はい。ハウスルール、まあ、このままでいいのかな、デフォルトでちょっとわかんないんで、まずはキャラクター決めですね。このキャラクターによってはステータスやね、はい、能力が違うんですけども、じゃあちょっと俺は狼キャラでいきたいんで、セインでいきます。もうクマしか選べんじゃん。あ、じゃあ俺ネズミになるんだ。ネズミ、イタチ猫いないの？ウサギが2匹いるからってこと？そうそう、ウサギとクマとオオカミとネズミだから。なるほどね。あ、装備編集できるよ。あの、自分で何に振るかみたいな、まあ最初にランダムステータスプラス1されるやつをどれにしますかみたいな感じみたいですね。バーナビーじゃないの？クマじゃなくて、でよかったね。クマ選ばなかったんだ。あれ？じゃあ俺クマ選んだのに。動物さんたちのボードゲーム。動物さんたち大集合ってこと？うん、ワイ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 ってことよ。動物さんたち。なんか課金で増えるのかな、キャラクター。そうなんだ。うん。あ、始まった始まった。はいはいはい。内容的にはこの王様が病気なんですよね、うんうん、でこの王様は1ターンごとにライフが減ってくんで、それがなくなる時に王様を倒して代わりに王様になるみたいな感じなのかな。そしたら優勝みたいな感じなんですけど、でちょっと今これはね、なんかねミッションみたいなのを最初選ぶんですけど、ミッションをクリアするとアイテムがもらえるんで、自分の欲しいやつに合わせてって感じです、うんうん、はい、とりあえず選びます、うん、まあ目標を決めるとね、目標地点の場所が表示されるんで、今はこれはジャイちゃんがジャイちゃんのターンですね。今ジャイちゃんはここの町に行ったので、この町はジャイちゃんのものになりましたと。で各プレイヤーが、上下左右のね方向から始まるんで、この決められた区間の中を移動したり戦ったりなんだりかんだりっていう感じです。今はカルテさんの時間かな。マッチ、はい、どこはマッチかな。遺跡だね。マッチじゃなくて、お、なんか手に入れたね。仲間を受け取った。この場所によってイベントが発生するんだけど、イベント発生した時にそのイベントを成功させることができるかどうかっていうのが自分のステータスによって結構左右されるんで、これ何だったっけな、俺ちょっとね覚えてないんだけど、この装備とか持ち物をするとに、あ、なるほど、こうやって入れるのね。はい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 。俺はここに行きたい。で、あそこに行きたいから、こっちかな。はい、え、痛い。え、なんかクロドロ沼。ダメージ食らいました。あ、コストとかがかかるんだね。コスト、お金を貯めないと俺はこのアイテムカードを使えない。右にまあコストがあるのか、ゴールドとか魔力とかを使って、左のこのカードを使えるっていうことかな、コストを支払って。あれ、これクエストってここか。クエストってどこ。相手のクエストはね見えないんだけど、自分のクエストは見えるから、そのまあそういうところを探り合って相手の妨害したりなんだり、マップ上でなんか自分のアイコン出てるとこが行きたい。あ、そう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 。おっと、よしきもなんか使ってますね。お、ま、遺跡でお金を拾った。あー、3枚貯まるね。ちょっと最初はね慣れないと難しさがあると思うんだけど、ちなみにこれプレイヤー同士のバトルがあるんで気をつけてくださいね。はい、夜になりました。夜になると王様が毒と悪さしてくるよっていう。この辺が、これがまた難しいんですよね。王様の軍隊みたいなのと、こう呪いのねモンスターみたいなのと、でプレイヤーっていう、この三つどもえのね状態、まあ、三つどもえというか、正確にはもっとプレイヤー同士も争ってるから何とも言えないくらい戦いなんですけど、あ、なんかやってるね。クエスト中、目標地点があそこなのかな。
他の人のねクエストのあれはちょっと見えないんで、終わった後のあ成功したんや失敗したんやっていうのだけ。トロールを攻撃する、どうぞ。おなんかうまいことやってるね。精霊石を手に入れた。この精霊石を3つ集めたら確かこの挑戦権を得られるんだっけかな。うわどうすれ、罠が設置されてたみたいですね、そこ。あー見れる見れる、あこれで見えるんか。うわ何に使えるんだっけ。あったな、サイコロ振ってサイコロで罠に対応したマークが出たら勝ち、出なかったら負けみたいな。負けたの今。負けたと思います。アンバーのターン。おっと直接対決かこれは。これいけないの。いけるじゃん、いったお見せてもらおうか。戦闘が始まりました。えサイコロ、ウサギにオカミが弓持ってるとか強すぎ。なんか弱そうじゃね。サイコロの数でもう負けてます。サイコロの数がすごい。これはねあの戦闘力に応じたサイコロの数になるんで、ジャイちゃんのキャラはね戦闘向きのキャラなんですよね。ほらほらほら、あえぐい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 。アンバーあとちょっとじゃん。あえまだいるんだ。えまた3回行動できるから、ね、なんか恨みがあるの。えちょっとわかんない、わかんなかったの。争わないで。争ってるの。なんか使えないのこれ。このカードを真ん中に燃やすとなんかやばい強い俺。確定するあれが。とどめの一撃。オーバーキルやばい、うん、でも結構食らっちゃった。カード燃やしただけなんだけど。カード燃やしてそうするとサイコロの目が確定する。アイテム、なるほど。えアイテムかなんかでやられたね一八君に。あそう、このアイテムって実は自分のターン来なくても使えるっていう。なんで倒したのジライちゃんのこと。お俺じゃないよ。えイチアチさんだったよ。イチアチだったね。いやこれやられるとどうなの、振り出しに戻るだけ。なんか数ターン休みとかじゃない。行くぞ。うわどんどん、この近道をしたいんだ俺は。頑張るぞ。え狼強っ。狼族の最高。はい、あったな、なんか追加のサイコロみたいな。よし倒した。もうボロボロです。そして目的地に。ああ行くか。いがれ、よし危ない、成功しました。さあ装備を手に入れました。次のクエストを選択。仲間がで、ああ2枚引けるんだ。うわ次の目的地が遠いんですけど。出ろ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 。どこにいるのイチャチ君。おお。イチャチ君どこにいるの。ステルス。あ見えなくなってんだ。イチャチ君ステルス化してて。はい。これで王様がライフが1個減りますよっていう。名誉リーダーじゃん。昼と夜のターンがあるのかな。あそうだなんか選べたな名誉リーダー。俺はその悪いやつ叩き倒したんでちょっと決めれますよね。確かに何がなければ名誉リーダーが優勝するんじゃなかったっけ。名誉リーダーが優勝しちゃうからそれを阻止するために王様を倒して倒した人が優勝で、あれ精霊石の優勝なんだっけ。精霊石の優勝みたいなのなんかあったよな。なんかあったね。なんか勝ち方3つぐらいあったんだよな確か。精霊石3つ集めた人が勝ちじゃなかった。集めた時点で勝ちになるんだっけ。うんうんうん。セレスって何？スターみたいな。スターみたいな。
あのミッションやったらもらえるんだけど、それを3個集めると優勝っていうパターンと、その王様を倒して優勝っていうパターンと、時間王様が死んじゃった時に名誉の一番多い名誉リーダーが優勝みたいな。やべ、もう本気出してきた。ここだ、おっとここだ、戦闘してるこの兵団と、この兵団を倒すとね、確かね、お尋ね者になっちゃうんだよね。王家のサイコロやば、強そう。めちゃめちゃ綺麗、音がいいもん。カン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 、うわー、出たじゃん。うわもうお互いに防御力高め。間違えました、やめてください。カルテッチはお金いっぱい持ってるね。おっと、毒の沼地に、毒の沼なんだこれ。ダメージ1を食らってしまう。ドリエ AP の数だけ動けるのかな、アクションポイント、うんうん、3だったら3マス最大動けるみたいな。おっと、これか。いや、アンバー倒してもな、倒せる程度で来られてるぞ。 HP2 なのに。アンバー倒してもな。大丈夫あ、アンバーって俺舐められてんよ。解説さん勝つから俺が来な。もう倒してもな。めっちゃ喋ってるのどうすんの。それ戦うことになるよ、アンバー。そしてそれが最後だ。いかない。何ターンぐらいあるんだっけこれ。王様の HP が7だった気がするから8か。でも最初に1減るから約7だから、昼夜合わせて14ターンじゃない。何これ、仲良くしよう。え、これお互いになの。友好条約を結んだ。友好条約は毎ターン名誉が。あったな、これ運ゲーだったんだ俺。うわー頼む。え、はい、どこでいるんよ。ステルスしてて見えねえよな、18くん。あ、でもここに町を取った痕跡が見られるから、きっとこの辺にいるんだろうな。何かやってるぞ。悪さしてるぞ、また。どこ、あ、いた。ジライちゃんとイチャンチさんが仲良しになります。いや、仲良くしていこう。仲良くね。おー。罠が仕掛けられてます。お、精霊石。あれ取ったら精霊石1個もらえるんでしょ。もらえるっぽい。あー、腐敗とかあったな。どうすると腐敗するんだっけ。汚れを溜めちゃうと、汚れのあるあれをあれしちゃうと、あれなんだっけ。あれしちゃうとあれになっちゃうよ。なんもないんだけど。ちょっとうぅ、来るやん。楽しんざい。死なないさん。え、死なないで。何、死んだらどうなんの。俺といい感じの関係になってんだから死なないでね。うら、頑張れ。勝ってくれ俺。サイコロ大きね。頑張れ。狼同士の戦い。やばくね。すごい攻撃。いや、いけ。友達でもいい。え、なんだ。うわあ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 。死んだ。お互いに。サイコロ多いよ君ら。戦闘種族だからね、俺たちは。まあ、クエスト選択できてたし。右下に出てくるわ。え、これ消えちゃうの？イチャチさんとのやつ。消えちゃった。嘘。つい以上集めると、ああ4つ集めた状態で王様の場所行かなきゃいけないんだっけ？協定まだあるよ。あ、マジ？うん。死亡しても残ってるんだ。俺消えたよ。なにこれ、40% でなんかもらえるみたいなやつあるんだけど、これ何したいのこれ？選ぶんだよ。その後に出てくる。もらえるもん、あ？あ？ミスとなってた。汚れって溜まったらどうなるんだよ。汚れが溜まる。と戦闘の時になんか攻撃がミスみたいになったり、不利な、そう、サイコロが1個ね無駄になっちゃう、いろんなパターンで。はい、じゃあ行きましょうかね、使いましょうねこれね。これも使っちゃうもんね。どんどん使っちゃうからね。あー、汚れ増えるとかあったな。はい、ほら、汚れ、これか。悪事を行うと汚れが増える。うん、汚れ増えるカードとか装備もあるんだよね。そうだわ。いけ。え、これコスト、これだって名誉でしょ。名誉コストってやば。名誉コストはなかなか強いカードだよね、多分。スクルも終わるたびに与えた負傷ポイント。まあ戦いにどんなにやるやつか。カードいらねえ。ここに
いいの。うお、セーレス来て逃げちゃった。へえ、これで、え、燃えとる。え、なんだあれ。燃えちゃった。え、なんかやったの。なんか燃えちゃった。森を、森が燃えて、タイリューが罠だらけの沼になった。ね、え、いや、お金盗んでた。うわー、やらしい。汚れってどんぐらいあれだっけ。綺麗な体じゃいらんねえよな。毎ターン体力減ってくらしいよ、うん、え、毎ターン体力減る。ダメじゃんそれは。腐敗になったらじゃない。ああ、あっちゃうよって。そこでなんで戦ってんのそこで、この兵団と。いや、俺ここ行かなきゃいけんから。めちゃち強いぞ。いや、全然そんなんじゃない。見れるじゃん。いらない。精霊石はお風呂、ほら、あった方が4つ入手したら勝利条件になる。うわ、全然足りない。圧倒的、圧倒的です。戦闘はね、向こう強いからね。締め出会い、おいおい、あいつ締め出会い入ったぞ。しかもジラちゃんの目の前、ジラちゃんじゃないよ、カルテッチの目の前じゃん。どうしてなんか意味あるんすか。指名手配犯は倒すと、そうそう、ボーナスもらえる。名誉1個もらえる。しかも今弱ってるっていうね。なんか精霊石集めて王様の場所行かなきゃいけないんだけど、その頃にはもう王様死にかけてるから、だから強い狼とかがどうせ倒しちゃうから行けない。精霊石集めてる余裕ないっていう感じだったはず。王の懸賞金がかかりました。さあ、指名手配犯がさらに、おいおいおい、おっと襲われている。やってくれんね。楽しそうだな。強そう。やってくれんね。あ、やべ、なんかサイコロ少ねえ。もうやだ、逃げたい。いや、でも攻撃しかできねえ。これいらんの。頑張れ頑張れ、爆発しろ爆発しろ、どんどんサイコロ振れ。あ、いて、あ、いやそう。あ、でも1与えた。いや、厳しいんじゃない？い、厳しいんじゃない？お、逃げ出したぞ。また逃げ出してる。どんどん追い込まれてる。あ、ファルデッチは、わ、ファルデッチも進みたいけど進めないみたいになってる。おっと、メルクリを倒してる。遠距離でやった。やってくれんね。これいいんだよね。あ、合ってる合ってる。な、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 なんか入った。罠があったね。え、シンボルをマッチって何？だその罠が同じマーク出ないと発動しちゃうんだよ。そうそう、このライオンみたいのと盾みたいのが出ないと出ない、出ない、出ない。でカードだと、カードを燃やすとその目が確定で出るから、カードを消費してその目を出す。死んじゃってるやん。これはかなり火力によってるな。あ、俺の村を。失礼します。俺の村なんだな。仲良し。あいつ許さねえ。どういうこと。何、悪徳役人って。何何、仲良くしようっていうことだよ。うわ、ペインが湧いた。この兵団え、カルテスさんのターンか。カードめっちゃ引けるな。カード使い切るとね、補充される。だいたい道具はお金を使うのが多くて、魔法が魔力使うのが多くてみたいな。呪文とかね。うんうん、なるほど、よくわかんないけど進むぞ。え、精霊石手に入れたんだけど。またえ、すごい。王の死が近づいてますよ。朝と、うん、夜が明けた時だから実質 6? And the kingdom shall know my rule. はい、罠が消えます。いや違った、消えるわけじゃない。罠が一新された。え、何やってんだあれ。王国兵が。2番のターンです。どこだジアイちゃん。さっきはよくもやってくれたな。あ、やってくれんね。ユーミンが飛んでった。いや強い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 。あ、でもイチャチも強い。やってくれんね。待ち伏せ、あ、これ振るしかできねえんだ。
バカシロいっぱい。バカシロ、強いぞ強いぞ。めっちゃ強いぞ。爆発しろ。何爆発って？この爆発するともう一回増える増れる。そうそう、この変なブロッコリーみたいなマークの時はサイコロが1個増えるんだよね。やるやん。もう一回された。なんだ？ワープした。え？左下にワープした。許してやろう。え？許されなかった。ひでえ。あれ俺さ、もしかしてさ、勝ちなのでは？そうなの。わかんない。精霊石4つ取れるから？精霊石4つ取って王様の場所行くか、別に集めなくて王様倒せばいいだけだから。そう。どっちでも、うん。どうでもなかったわ。王様確か遠距離攻撃でもいけんじゃなかったかな。ああ、そうそう。王様ね、直接戦うとめっちゃ強いから。そうそうそう、上り HP2 とかになって城壁の外側から確かギリギリ届いたっけ、忘れたけど、なんか魔法みたいなのでとどめとかでもよかった気がする。おっとペインが現れた。まずいあれ戦闘が俺弱いのに。ウサギはあんまりね戦闘向きの種族じゃなかった気がする。でも縦2個ついとうやん。アンバーは金稼ぎ、ダンジョンアサルみたいなやつだった。おい、ヨット、ヨット来い。お、ヨット、え、めっちゃ強いやん敵陣。わははは。ベインはマジ基本的に確かめちゃめちゃ強い。強すぎ。そうなんだ。強いよ。なんかこの兵団がサクサク倒してるからあれだけど。え、しかも汚れたまるんだ負けたら。これなんか結構厄介だったんだよね、ベイン。これやろう。運ゲーしよう。はい。おお来た。ゲッツ。夜が明けるたびに体力一失しな。汚れてると大変だ。遠隔で集落を占拠だと。なんと思った。遠隔でも倒せな。レインダークネス。いやーこれ魔力って最大値になっちゃうんだ。これ城壁の外から攻撃できるって言ってたけど、城壁の中にどうやって入るのこれは。正面の入り口から入れるんだっけな。あ、へー、ドアがついてる門が。そう、門が正面と裏裏かな。今この衛兵がいる方向と逆の山の方からは入れるんだけど、うん、確か罠があるのかそこにも。うん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 、倒すか。じゃあこの衛兵らすごい。じゃあ行きます。おー倒せ倒せ倒せ。おらおらおら、圧倒的だ。よし、名誉を失ったけども。おー、また精霊石4つ集めたら勝ちなんでしょ。4つ集めたら勝ち。王様の場所、王様のとこ行けるから。ヒーロー、サムデバイスパンツ。これにしとこう。そうです。エンジョ。やば、挑んでくる。うわ、そうか。取ってくるんか。おやめたまえ。契約結びました。やべえ、防御を全て捨ててる。やだ、めっちゃ倒してるじゃん。また名誉、名誉がどんどん失われていく。メルクリオさん、あ、いた。強い装備とか欲しいよねやっぱりね。うん、あ、見てなかった。おっと罠のところに飛び込んでったぞ。やっぱ稲妻ストライクやばくない。いやカード全然な。あーマジ精神力だからねここは。あ、終わった。知恵じゃないから。精神力ってのは自分の左下のステータスのどれかなんだけど、まあ、ここは戦闘力だったらね俺ジアイちゃん有利なんだけど、こういう罠の時って大体知恵か精神力を求められるから。あ、ターン終わるんだっけ。
稲妻ストライクの効果にあったね。ターン終了。おっと。危ねえ。ねえ、この人邪魔だな。邪魔だね。戦うぜ。なんだ？なんかそれすごいね。弓で一回 HP を1削ってから戦いに行けんだよね、そのキャラ。みたい。気軽バトル。あー。あー。あったな。気が荒れてるとベインめっちゃ強くなるんだわ。そうだ。いけ。汚れてたらもうとことん汚れてた方が強いんだっけ。そうか。うわ強っ。ジラちゃん強っ。倒しきれなかった。倒しきれないけどノーダメージ追い払った。イロブン許さない。いいぞハリウッド。さあアンバーのターンです。アンバーめちゃくちゃお金持ってるじゃん。お金は持ってるっすよね。あ、見えた。ダメなんだ。アンバー瀕死です。やばいね。毛が出ちゃった俺。生き耐えました。もう死んじゃった。生き耐えました。ええ、どんどん耐えてくやん。みんな汚れて HP1 だから死んじゃってる。あー、やっぱ汚れ1個でもあると減っていくんだっけ。 This should be...方が面白くないと言っています。全員は全員手札のカードを放棄します。ロイヤルフラッシュ。うわ全部なくなった。パテスさんやばい。やべやべ挑んでくる。やめてやめな、やめなよ俺に挑んでくるのは。やばい。あ、また俺に殺戮を。うわぁ、栄誉が、栄誉がどんどん失われていく。あぁ、また来た。助けてくれ。お尋ね者になったら激しい。これは、少しずつ削られて。うわ、不正だ。ブロック。カルテッチ、喋ってる？喋ってなかったっす。今道具アイテム呪文計略でどれが金使うんだっけと思って。ああ、呪文以外は結構お金使うことが多いかな。とりあえずアイテムいっぱい引きました。引いてこれを使えばいいのか。なんだ結界、なんか使い出したぞ。お、なんか拾ってる。なんか強そうなの拾ったんじゃない。強そうなの拾った。レアカードみたいなの拾った。なんかステータス、ステータス増えとる。マスカレードマス強そう。日中知恵プラス1強。はいはい。うわ、あれ聖地戦友だぞ俺。あれやば、こんな強かったっけ。もう終盤なんじゃないこれ。ペインが出てきたぞ。やばいぞ。ああ、うん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 。俺王の病を治せることができる存在になったらしい。これ何これ。なんかめっちゃ使ってる。悪の目。次のターン終了まで知恵詳しい。いろんなドーピングをして挑みに行ってる。ドーピング。ベインごとに体力プラス1って何。わかんない。なるほど。おーおー、強い。悪くないよ。悪くない。いいじゃん。どうした？いや、あ、どうした？倒しはしない。倒しはしないけど、ノーダメージで戦闘壊す。三か。あ、次やれるやん。おお、挑んだ。ああ、あれこれ汚れの多い方にボーナスでいっちゃうんだ。サイコロが。一個も？いや、その汚れ分。カルテッツさんは汚れ2でベインは汚れ5なんだけど、汚れ5の方が多いから汚れ2が相手のサイコロにプラスされちゃう。あ、相手を2個強くしちゃう。強っ、すごい強い。でもちょっと2発食らっちゃったけど。倒した倒した。すごいすごいね。倒して倒して罠出るでしょこんだけサイコロあったら。
すごいね、出ないね。すごいね。すごいね。ステルスだから見えないが。出ないね。なるほどね。ちょっと通させてくださいね。いきます。強そう。6。8。はい。サイコロ大なし。戦闘民族なんで。ほら。おお。どうしてくれそこ。ほらその奥に用があるな。悪いな。すげえ光ってんじゃんもう。フルに入ります。うわ。俺が王を助けるんだ。王を助けに来た。1でも通れば。俺は王を助けるぞ。どうしてくれそこ。おお倒した。どうなるのか。罠の数。宮殿の罠。4分の4。宮殿の罠強。マジかー。あ。やば。通れなかった。王って攻撃してくれるよね、多分。王めちゃめちゃ強いよ。強いよ。戦闘になるの。攻撃してくるんだよね、多分。王のとこまで行くとね。ただ攻撃してこないのは精霊石を4つ集めた人。あね。戦闘民族の俺とかジャイちゃんは王に直接戦闘挑んで戦ったりするんだけど、他の種族は結構精霊石で戦闘回避する方向で王の元に行ったりする。このまま行けば地雷さんが勝つよ。By my name. そうなの。名誉リーダーだから。王が病で倒れたら名誉リーダーが勝つから。王様を守ってあげれば。精霊石を持ってなんか悪さしようとしてるやつとかを食い止めておけば。悪さじゃないから、これ王を救おうとしてるから俺は。いや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 、名誉を持ってる者がね、王をやっぱ継ぐのが一番だから。あんな苦しんでる王をそのままに ほっとけないだろ。いや、やっぱ一番名誉高い地雷さんが継ぐ方が俺はいいと思うな。俺は王を救いに行ってるんだよ。王の病を治しに。王を騙そうとしてるよそれは。こんなに神々しく輝いてるのに苦しんでる。俺名誉リーダーじゃなくなっちゃった。名誉リーダー誰？やべ、メルクリオ。あれちょっと早いよ。名誉リーダーなの？ギリで俺は名誉リーダーになりたかったんだよ。あいつ、あいつじゃねえかよ、企んでんの。聞いたか、あいつやちゃん。シルコ、倒す。いいよ。バカになっちゃってる。おーの弱み。勇者になっちゃってんじゃん、また。カルツさん、実はなんか、王にとどめの一撃狙ってるでしょ。全然カルツさんの手札、でも消えちゃったんよ。うん。全然、ね、確かに。全然狙ってないよ。マジかよ。こっそりと行こうとしてるでしょ実は。いやいや、これ参加したいのよ。あこのみんな集まってるから参加したいだけでやったら。ぬっくりよ、賞金首だ。そうっすね、賞金首かけられちゃった。これさ、どうやってさ、いらないカード使うの？もう装備しちゃった場合さらに装備を重ねて。何何何何何、なんか強そうなんだけど。何え、ちゃんとさん装備強いよね。削ってけ。全部ぶっ込んでいく。やば。夜はマイナス。ここ弱い俺。お、ナイス。お4いて。ぶっ込んでけ。2、1。毒もついたはず。なんだあれは。もうやることがないのか。おお、なんだ。え、流れ物が持ってかれた。なんだ流れ物が。流れ物あんまり良くないんですよ、でも多分。締め手配した。のこれ何、締め手配かけられたんですけど。魔力ってどうやって回復するの？夜になったら。おお、すごいすごいすごい回復した。夜になったら精神の最大値か。こっから魔法で2とか与えれるの？あったと思うけどね。距離制限あったりする魔法もあるよ。距離制限あるけど、なんか、いけたんだよな。確かいけた気がする。王様に魔法でとどめみたいな。
うわ、行った。何？剣の。カード持ってくるの大事だよ。結構この罠を突破するのに。いけるっしょ。そんだけサイコロあったらね、いけるよね。さすがに。あと剣。おお、剣が出ない。出ない。出るだろ。戻される。普通出る。何？これで？やばいやばい、もうむちゃくちゃされる。むちゃくちゃされるよみんな。毎ターンのようになんか飛んでくるんだけど、今ゴールに一番近いのは俺じゃないだろ。おい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 、なんでなんだ。になっちゃってるからね。いたんだ。やめてよ。やめてよ。ゴールを目指すプレイヤーたちがここで死んだら、ちょっともう待ち伏せになっちゃってる。いや強えな、強え。いるんだ。もう振るしかないよな。もう圧倒的に運ですねこれ。完全に、うん、これ完全に運だな。見といてくれよ。どうだ。いや負けてんな。アルテツさんが、うん、あ1残ったか。お互い 1ずつ。アルテツさんは無傷。おお、罠踏まされた。踏まされた。俺が行くから。おい、やった。おお。でもよし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 。あれ、カードを使っちゃったから。俺持ってるカードじゃない。あ、どうする。あれ持ってるカード関係ない。いけるっしょ、いけるっしょ。いけるっしょ。最後5個もあんだし、5分の4つ出さなきゃいけねえ。おっと、1個あった、2個あった、3個あった。いけるっしょ。縦が、待って待って、出ない。いや違う。やばしてしまう。危ねえ。いや出そうだった今。みんなボロボロだな。でこのままだと名誉が高い人が勝つから、メルクリオ、メルクリオ。まあまあまあ、でもやばいよ全然。メルクリオ生き絶えました。生き絶えました。リバー生き絶えました。リバー生き絶えました。マジか、何もできないのか8日目このターン。やべえ。くっそ、あのね、あのウサギさえ来なければ。ウサギさん、ウサギさん行くから、任せて俺が行くから。うわ、この辺復活した。うわ、やってんね、守ってんね、イチャチ君。頑張れ俺のこの辺。おい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 、やばい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 。もうそれは勝てないでしょ。回避あるやん。何回避中って、なんかちょっとかっこいいやん。僕今回避中なんですよ。かっこよ。ちょっと事情あって。何それ。回避中。回避中ってなんだろう。じゃないの。回避しかできないってやつ。まあでも相手がね、去ってくれたら。耐えた。回避したね。相手がこれ、あ、追い出されちゃうんだ。罠に引っかかった。おい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 。トゲの森。もうだ、勝負決まってたんだ。いや怖い。やばいねこれね。このまま名誉リーダーが守りきっちゃって。チャーチ君の勝利か。このままいくとまずいな。これなんとかなんの。なる。いやならない。いやめっちゃいいの引いたけど使えねえし、テレポートとか引いたけど何もできねえ。頑張ってシグちゃんを倒せば名誉もらえるよ。なんですぐそうやって俺を倒させに来るのよ。え、自分の勝利のためによ。汚ねえやつだなお前。カルテさんも名誉1持ってて、逃亡者で名誉何個もらえるっしょ。逃亡者倒せば戦うわ。こいつ俺倒されたし、名誉2ポイントもらえるし、名誉2位もらえるでしょ。誰を倒すと1000円。なんで逃亡者、逃亡者だから。 なんで俺逃亡者になってんの。もともと懸賞金ついてたから。へえ。あ、そうか、つけられたんだっけ。うん、それでみんなにいっぱいつけて、それがアップグレードになってしまったんじゃない。お、指名手配されてる。頼む。うわー、名誉取っちゃった。これで分かんないんだ。で、あとはカルデスさんあたりを倒せば、まあ、名誉リーダーになれるよ。どっか飛んだんだな。どこ行った俺。は、あんなとこにいる。近づいてきたぞ。やばい、カルデッチ。どこから近づいてきてる。右からだ。右から来てるぞ。人それぞれ視点違うっていう。確かに、そうかそうか。立てんの近づいてきて俺に。あ、何、あ、間違えた、やっちゃった。
なぜか俺に間違えちゃった。よくわかんないことしてくる。入り口守ってんの俺だよ。間違えちゃった。え、もうこれ最後のターンかな。あ、また名誉使っちゃった。なんだ、金いっぱい使っちゃう。これはなんかすごいもん使われてる。やめてくれ。何をするんだ。これ最後のターンだよね。最後だと思う。これが終わったら朝になって王様死ぬんじゃなかったかな。俺もう全然届かないんだよね。でももうシルゴちゃんが名誉リーダーだから別に大丈夫。そうなんだよね。俺はこの名誉を守り続けるしかない。ワープしてきた。何、奇跡が起きた。アンバーどこにいんの。アンバー入り口の前にいますよ。アンバーいつもの森でしょ。あ、じゃあアンバー可能性あんじゃん。まあこれでなんか生き物に何ダメージとかいうの引ければ俺かよかったのか。多分勝てたんじゃない。届いたと思ったけどな。確か行った。強い兵団ぐらいはね。この兵倒せんのか。どうにか突破して。この兵倒すのにカード使っちゃうとその後が辛いんや。あ、でもいけそう。厳しそう。思い出した。あ、でも入った。おお、入ったぞ。トラップ行け。トラップを突破できるのか。全然ダメ。戻される。え、でもこれって2ターン必要なんだよね。入って倒す。うわー、やめてー、もうやめてくれー。くそー。ほらこれ精霊石の力なんですよ、メイン。これで俺は名誉を上げて。うわ、誰だ。あ、流れ物が。なんでだ。さよなら。流れ物が流れちまった。流れ物めちゃくちゃ邪魔くさかったんだけど。ほら、おっとかましたら、あれ、汚れが強い。これめっちゃ汚れとるやん。そうね。さあ、どんどん。俺死神のなんとか持ってるから。俺でも手が選んでらんないからね。何死神のなんとか。うわ、強い。なんでそんな強いの。ポヨンポヨンポヨンとか言って。これか、超強いやんこれ。天中音でも18が勝利。メイユメイヨ3よ。メイヨ3だけど、死神ちゃんがもう4ぐらいになってる確か。俺もしかして名誉稼がれてる俺で。稼がれてる今。もう俺倒したら。ほら、そうだよね、俺倒したら名誉もらえるもんね。もらえる。なるほど、俺の方が汚れてる。そういうの強いもんな。うわ、やばい、や暴れ回ってる。でも地雷ちゃんは戦闘種族だよ。ネズミが狼に勝てるんか。ネズミの底力見せてやるよ。ほら、あ、友達か。お、いきなり。あれ、どうなった。あれ、ね、ほら、5、2、3、稲妻ストライク。おお、俺のとどめで死んでくれよ。じゃあ、王の王の罠が死んだ。王の罠で死んじゃった。王に殺されたことになってる。さあどうなる。これはおっと、朝を迎えて王が、あら、王が救えなかった。あー、救えなかった。王様、いや名誉か。で、名誉が持ってるの。名誉勝利初めて見たかもな。だいたい誰か王様倒してた。うん、王様にたどり着けなかった。でてててて、てなんか経験値もらった。なんか宝箱もらった。ゴールドフィルの宝箱。もつはなんか宝箱をもらった。ロープの箱、なんかいろんなの、いろんなのをアンロックした。ティンティンティン。はい、というわけで今回はね、シルコさんの勝利ということで。おめでとうございます。また機会があったらやりましょう。はいはい、バイバイ。バイバーイ。